ジャンプボール広島ドラゴンフライズが取りました。まず広島のまして原辻後になった。原ランカーブロックしたハイパット、しかしビッグローに収まる。ビッグローミドルショット警戒。ここのマッチアップ楽しみですよね、ですね。最終戦はお休みでしたが戻ってきています。ビッグロー3どうか来ました。いやもうビッグロー選手、僕がたまたま解説した試合ででも25戦ずつを取っていました。シーズン平均 17.06、 次最初のスリー来た。さすがですね。ただこっちのジェッツとしては辻選手乗せてしまうと、変な打ち上げ花火でした。まず辻いいですよね。そうですね、サイズありますね。辻回り込んで2本目が来た。連続スリー、まあ、ディフェンスもいいという両チーム同士ですが、そうですね、さあ10秒ですがどうするか。次打っていったヘリフラクシアジュニア、スリー。そうですね、はい、今もあのハイソットが先頭走ってましたよね。そうですね、アイタイバス4連発止まらないですね。この後西村とスミスが出てきます。千葉です。エヴァンスから手が島いたコーナー5連発止まらないですね。今こちら側で待っています。寺島から狭いところブラクシアジュニア、エヴァンス3秒2秒をハイソット合わせた。いや広島の方がですね、よく今のそのディフェンスのローテーションが遅れてますよね。オープンのシュートが何個もできてますね。スミス最初のスリーどうか来ました。素晴らしい。さあこれでチームに限度っていうのをちょっと期待したいですね、はい、あと西村のベテランらしいプレーにも期待。エドワーズスリー来ました。いや先ほどのスミス選手、今やはりエドワーズが先頭走ってましたね。そうですね。そして西村ピカノローカー打ってきた。いやー3連発やり返した千葉ジェッツ。今ハイテンポの打ち合いになってますね、はい、先ほど 15-0 のランと言いましたが、はい、今また 9-0 まで来ましたよね、はい、千葉が今日の試合もしかするとやっぱスリーポイント成功率がお互い高いチームなので、はい、このスリーポイントの成功率っていうのが逆速攻になるか。中村そして外辻どうか。ですか辻3本目のスリー、しかもファールありました。西村のファールです。いやよく決めましたね。あのウィングで待っています。スミスが今オープンの状態ですが、そこに行ったスミスオーカー2本目は。いやいやシューターとして本当に成長した1年でした。上沢がボールをもらいに行きます。富樫が追っていますがキックに引っかかる。最初のスリーが来た。今走れますよね。そこが魅力ですよね。やはりでブラックシアジュニアも走りますが、原の壁、原のディフェンス。いや原選手効いてますね。そしてスミスのコースト2コーストアタック。素晴らしい。さあケリーブラックシアジュニアが運んで、そして上沢です。エドワーズのショーディフェンスですが、同日上沢2本目が、おっと名誉が手をかけた形になったか。そして富樫か。あっとちょっと足を滑らせましたが、フォローしてファウルエンドワンになりました。エンドワンです。今リバウンドが千葉13広島11、オフェンスリバウンド千葉4広島2ですが、ハイタックローで上沢に富樫ですが、上沢フェイク入れながらのちょっとパスが中途半端になった。ビッグロー走り込むビッグマンたちですが、佐藤合わせるムーニーショートコーナーディフェンス。ハイソフトが入っておっとっと外飛ばしてのスリー。おお、このオフボールハイソフトが外に出てきました。辻ダイブ、ダイブしていく中村ですが、一回外に出てメイを前2人押し込んだハイソフト。すごいですね。今チコはフィールドゴールが25分の11、44% です。浮かせてのハイソット。そうなんですよ、これが届かないんですよね。高さ1回外に出して、トバシトップの位置から来た、ね、初めてのスリー来ました。トバシトバシが今中村のディフェンスを振り切って、そしてビッグローのアタックです。広島タイムアウトです。寺島、戸橋チェック、ミドルショットに切り替えた。名誉、フェンスリバウンド。いいリバウンドですね。これ後半に繋がりそうですね。いや繋がりそうですね。僕このワンプレーに繋がると思ってますね、はい、ま
広島はファールできないですし、はい、プレッシャーもかけないですから反応してきた高橋、どうジェッツという声が響いています。富樫打ってくる2本目は来ました。ブラックシアとブーニー、そしてエヴァンス、ダブルチームで抱え込んでボールを奪った。4対3のアウトナンバー、原行く、そして合わせるブーニー、いやー素晴らしさ出てきましたね。マーフィー動きながら、おー、ビッグローのアタックですが、もう1回マーフィー、おー、またブロック。3対1のアウトナンバー、原、パトリックヘッド、あの雰囲気に動じずに1クォーターから仕掛けられたっていうのはすごいですよね。いや素晴らしいですね。ただ今広島の方がやはり点数が入ってませんので、はい、この点数の取り方っていうのを考えていきたいですね。さあ、ターナーエンドワンです。エバンスです。また乗ってくるか広島ですが、何かいいディフェンスをしたいところ。原がここにいます。富樫は右のコーナーで、エドワーズの空面系、いいプレーですね。そしてスミス走っている前は辻、ファーダーエンド、素晴らしい走ります。メイを寺島、これもムーニー小ディフェンスいっている。そしてカットインしてくるエヴァンス、メイを合わせた、さすがですね。していたんですが、エヴァンス、スミス、ヘルプに原がここで来た中、通して佐藤原、うわー、連続ポイント、素晴らしい、守った、よく守りましたね。ゴール下の肉弾戦、そしてメインはアタックか、そしてノールックアース、佐藤川、佐です。富樫、富樫スリー打ってくる、来ない、リバウンド、エドワーズ、セカンドチャンス、あー来ない、ファーダーズ、ムーニー、おー、早く行く、早く行く、エヴァー、素晴らしいですですよね。そのタイムマネジメントもちょっと注目したいですよね。簡単なインバウンズ、佐藤、いや佐藤選手今日いいところで仕事してますよね。ところがちょっとスリーが止まってしまっています。富樫に対してこのファウルありません。ただ千葉早い戻り、佐渡原から外、辻、ビッグローが前にいますが、ブラックシアのタップインを待ちます。そして逆サイドエヴァンス合わせた、千葉タイムアウト。今ゴール下に走っていきましたが、ビッグロー、ロングトゥーになります。いや素晴らしい、いいドライブだったんですけどね。これは千葉守りたい。エヴァンスとスミス、そしてブラックシャー、スリーバー、来たー、これはいいですね。もうこの1対1で今効いているので、はい、エヴァンスとムーニーですが、エヴァンス、うまい、うまい。あ、ここから何度でも追いついてるというシーンは今シーズンたくさんあります。スミス来ましたね。スリーのフェイクを入れて辻がなかなかスリーが打てない状況。第1クォーターから得点なし、ミドルショット、素晴らしい。佐渡原のアタック、スミスの後ろから、スミス守ったらエヴァンス、いいリバウンドですね。千葉タイムアウトで取ってないですね。ブザーが鳴りましたが、今24秒のショット記録でしたね。セカンドチャンス、スミス前は辻、1分半、辻はそうはさせない。エドワーズが1回打っていた、正面から来た、素晴らしい、広島タイムアウトです。使っていくのかどうか、そうですね、それともエヴァンスは1-1か、全然、あーオレンジです。自然発生的に起こっているゴージェッツのコール、富樫アタック、外、ビッグロー、来た、さあ残り1分、もうここエヴァンス選手1対1でいいですよね。エヴァンス前2人、外空いた、辻だー、来ない、富樫ピック、外出た、原のスリーが、あー来ない、我慢ですよね。エヴァンス5秒4秒ビッグショット、ブラックシアーファウルアッター、うまくならない、フリースロー2本です。2本決めた。富樫に対してまず寺島、ファウルできません。富樫、アタック2点取りに行った、来ない、
72対70。